ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争。ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争。ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争。ボスニアの王は、ユーゴスラビアから独立したボスニア・ヘルゼゴビナで1992年から1995年まで続いた内戦。単に、ボスニア紛争とも呼ばれる。1991年に勃発した、ユーゴスラビア紛争に伴うユーゴ解体の動きの中で、 1992年3月に、ボスニア・ヘルツェゴビナは、独立を宣言。当時、同国には、約430万人が住んでいたが、そのうち44%が、ボシュニャク人、ムスリム人、33%が、セルビア人、17%が、クロアチア人と異なる民族が混在していた。ボシュニャク人とクロアチア人が独立を推進したのに、対し、 セルビア人はこれに反対し、分離を目指したため、両者間の対立は、次第に、深刻化。独立宣言の翌月には、軍事衝突に発展した。およそ3年半以上にわたり、全土で戦闘が繰り広げられた結果、死者20万、難民、避難民200万が発生したほか、母子逆人女性に対するレープや、強制出産などが行われ、第二次世界大戦後のヨーロッパで、 最悪の紛争となった。また、犠牲者たちの中には、悲劇的な死を遂げた恋人同士が存在しており、ロミオとジュリエットに似た境遇を持つことから、サラエボのロミとジュリエットと呼称された。1991年6月、クロアチアの独立宣言をきっかけに、クロアチア警察軍とユーゴスラビア連邦軍との間で、武力衝突が勃発した、クロアチア紛争。 この融合解体の流れを契機とし、ボシュニャク人及びクロアチア人はボスニア・ヘルツェゴビナの独立を模索するが、地域人口の一部を占めるセルビア人はこれに反対。クロアチアにならい、セルビア人は自治区を設立して独立の動きに対抗しようとしたが、ボシュニャク人が主導権を持つボスニア・ヘルツェゴビナ政府はこれを認めなかったため、 両者間での武力衝突が生じるようになった。このような状況の中、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は、セルビア人の反発を無視して1991年10月に主権国家宣言を行い、1992年2月29日から3月1日にかけて独立の賛否を問う住民投票を行った。セルビア人の多くが投票をボイコットしたため、 住民投票は90%以上が独立賛成という結果に終わる。これに基づいてボスニア・ヘルツェゴビナは独立を宣言。4月6日には EC が独立を承認し、5月には国際連合に加盟した。独立に不満を抱いていたセルビア人は EC の独立承認をきっかけに大規模な軍事行動を開始し、翌日にはボスニア・セルビア議会が ボスニア北部を中心にスルプスカ共和国の独立を宣言した。紛争の開始直後は、ユーゴ政府の支援を受けるセルビア人勢力が優勢であった。ボシュニャク人勢力は装備の質で劣り、クロアチア人勢力は数の面で劣っていた。また、ボシュニャク人勢力とクロアチア人勢力は必ずしも一枚岩ではなく、緊密な連携に欠けていた。 クロアチア人とセルビア人によるボスニア・ヘルツェゴビナ分割交渉をきっかけにクロアチア人勢力とボシュニャク人勢力との間で武力衝突が勃発した。セルビア人勢力は最初の攻勢でボスニア・ヘルツェゴビナ全土の6割以上を制圧し首都サラエボを包囲。劣勢に立たされたクロアチア人勢力はヘルツェゴビナ西部の確保に専念しボシュニャク人勢力はサラエボ。 スレブレニツァ、ゴラジュデ、ジェパなど主要都市を含む国土の残り3割弱を必死に防衛するという状況になった。国際社会はセルビア人勢力を支援するユーゴへの制裁、サラエボへの人道支援などを行うが、選挙区の大勢を動かすまでには至らず、92年の終わりまでセルビア人勢力の優位は保たれた。1993年春。 ボシュニャク人勢力とクロアチア人勢力の間での対立が深まり、クロアチア人勢力は同年8月にヘルゼグイコールボスなクロアチア人共和国の樹立を宣言した。セルビア人勢力と争う地域が少なくなっていたこともあり、クロアチア人勢力はセルビア人勢力と同盟を結ぶ。モスタルなどではボシュニャク人勢力とクロアチア人勢力の間で、 激しい戦闘が始された。これにより、ボシ逆ニ人勢力は一層の苦境に立たされた。94年に入ると、アメリカの介入により、クロアチア人勢力が再び、ボシ逆ニ人勢力と同盟を締結。3月1日には、ワシントンで、ボシ逆ニ人、クロアチア人の連邦国家が結成されることも、決定された。これは、アメリカによる、セルビア人勢力弱大会の、 第一歩であった。4月10日から11日にかけては、北、大西洋条約機構、NATO による、セルビア人勢力への小規模な空爆が実施された。また、8月5日に、セルビア人勢力が、国連管理下の武器集積所を襲撃したことに対し、NATO による、再度の空爆が行われた。さらに秋頃からは、アメリカによる、ボシュニャク人、 クロアチア人勢力対する軍事援助も開始された。これにより勢いづいたボシュニャク人勢力は10月下旬、セルビア人勢力に対してビハチ周辺で攻勢に転じる。この攻勢は一時的には成功したが、11月初めにはセルビア人勢力による反撃に総撤退を余儀なくされた。ボシュニャク人勢力を支援するため11月21日、 および23日に、NATO による3度目の空爆が実施される。繰り返される空爆に対し、セルビア人勢力は、少数、軽武装で活動していた、国際連合保護軍兵士を人質として、拘束するという対抗手段に出る。これにより、国連保護軍に兵士を派遣している、イギリス・フランスと、さらなる空爆求めるアメリカとの間で意見が対立。NATO は、機能不全に陥った。 事態は混迷の度合いを増すが、ジミー・カーター元アメリカ大統領の仲介により、1995年1月1日から4ヶ月の停戦が実現した。1995年春、停戦の期限が切れると、再び激しい戦闘が始まった。セルビア人勢力とボッシュニャク人勢力の間では、セルビア人勢力が最後の攻勢に出た。7月には、 ボシニャク人勢力が保持していたスレブレニツァ、ジェパが陥落、サライボ、ゴラジュでも激しい攻撃にさらされた。一方、セルビア人勢力とクロアチア人勢力の間では、クロアチア軍と連携したクロアチア人勢力が優勢であった。戦闘は、ボスニア・ヘルツェゴビナではなく、隣接するクロアチア国内のセルビア人居住区で行われた嵐作戦三章。 セルビア人勢力の構成に対し、NATO は5月から7月にかけて、セルビア人勢力の拠点を攻撃することで対抗した。また、セルビア人勢力による人質作戦への対応のため、NATO は国連保護軍の保護を目的とする緊急対応部隊を設立した。同年8月28日には、非戦闘地域に指定されていたサラエボ中央市場に、 セルビア人勢力が砲撃を行い、市民37人が死亡する事件が発生。これを受けて NATO は、デリバリットフォース作戦を発動し、8月30日から9月14日まで、9月2日から4日は一時停止、これまでにない大規模空爆を行った。この結果、セルビア人勢力は、クロアチア方面で敗退しただけでなく、ボシュニ人勢力からの反撃を支える力も、 失った。これにより、セルビア人勢力も和平交渉への本格的な参加を決定し、10月13日には、停戦が実現して戦闘が終結した。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争は、各交戦勢力が、各々の民族の勢力圏を拡大することを目的としており、人取り合戦の様相を呈していた。このような中で、支配地域から不安要因を取り除く目的で、 自勢力の支配下に住む異民族を排除し、勢力圏を民族的に単一にするための民族浄化が行われた。手段としては、各種の嫌がらせや、差別的な待遇、武器の没収、家屋への侵入、略奪、破壊、資産の強制摂取、暴行、拷問、強姦、殺人によって、その地域から退去せざるを得ない状況に追いやる方法、 強制追放、強制収容、あるいは大量虐殺によって、物理的に異民族を地域から取り除く方法が取られた。従軍可能年齢にある男性は、各地で虐殺や強制収容の対象とされた。また、女性らは強制収容後、組織的な合姦を繰り返され、妊娠後中絶が不可能な段階になってから解放することによって、 出産せざるを得ないよう仕向けた。これは、過不調的な断剣社会の影響が残っていた、ボスニア・ヘルツェゴビナの村社会では、女性が合管によって、異民族の子を妊娠、出産したということは、一族にとって、非常な不名誉とみなされるため、これによって、コミュニティを破壊させ、効果的に、異民族を排除できると考えられたためである。1995年7月6日、 ムラディッチ大将を率いるスルプスカ共和国軍部隊、セルビア人勢力は国連指定の安全地帯であったスレブレニツァに侵攻をはじめ7月11日には中心部を制圧した7月12日には同地に居住していた母子逆人の男性すべてを絶滅の対象とし8000人以上が組織的に殺害されるスレブレニツァの虐殺が引き起こされた同事件は 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷及び国際司法裁判所によってジェノサイドと認定された。戦闘中もボスニア産文化通案などによって和平が模索されたが、NATO によるセルビア側への攻撃を含んだ介入によって停戦となった。1995年10月、アメリカ合衆国のクリントン大統領が内戦の当事国間による平和協定打結を発表した。 そして11月にアメリカデートンのライトパターソン空軍基地に内戦の当時国であるボニア・ヘルゼゴビナ、クロアチア、ユーゴスラビアの各大統領が集まり43ヶ月間にわたった内戦終結のための平和協定に仮調印した。12月、NATO は6万人のボスニア和平実施部隊 IFOR 派遣を承認し、12月14日にはパリで和平が公式に合意。 デートン合意、調印されて、戦闘は収束した。合意により、クロアチア人、ボシュニャク人が、ボスニア・ヘルゼゴビナ連邦、セルビア人が、スルプスカ共和国というそれぞれ独立性を持つ国家体制を形成し、この二つが国内で並立する国家連合として、外形上は一国となすこととなった。領土配分は、スルプスカ共和国が約49%、 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦が約51%とされ、両国はそれぞれの主体が独自の警察や軍を有するなど、高度に文献化された。その後、軍は統合されたほか、警察制度についても改革が議論されている。映画。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。